今日の朝ごはんはトマト、ソーセージ、目玉焼き、トーストとアイスコーヒーです。いただきます。帰省をすることになったので旅行のパッキングをするんですけれども、実は世界一周旅行に行くために買ったものをちょっと今回使うんですが、よく圧縮袋、衣類の圧縮袋でこうキューッと締めていって空気を抜くっていうタイプのものもあると思うんですけど、これちょっと変わってて、この1つ目のファスナーを開けたところにフックを入れて、で閉じますよね。で外側にあるこっちの外のファスナー、2個目のファスナーをぐるーっと1周ちょっとですかね、1周ちょっとすることで、中に入ったものをギュッと圧縮。どういう形で圧縮するかっていう違いだけだとは思うんですけど、2個のファスナーを閉めることで圧縮できるっていう仕組みになってる袋ですね。これをちょっと今回使おうと思っています。フックを入れてファスナーを閉める前の状態がこういう状態です。フックを入れて1個目のファスナーを閉めた状態がこれですね。で、ここの2個目のファスナーを閉じていきます。こんな感じでちょっと小さくなるという仕組みですね。どうでしょうね。ちょっとは小さくなってますかね。月夜に魔女が飛んでたんですけど、お城からコウモリが出るデザインに変わりましたね。ハロウィン仕様かな。こんにちは、ファイナンシャルプランナーの風呂内彩です。ちょっと帰省のタイミングが図らずも10月にかかったので、GoTo トラベルを使って、帰省するツアーを取ってみました。で9月中に比較をした時には、3泊4日でバラバラに取った場合とツアーで取った場合にどっちがお得かみたいなことを比較したんですけれども、でその時にバラバラで取っても5万円弱で往復と3泊泊まる費用が賄えるというような結果になりました。で今回はちょっとその時よりも1泊長く4泊5日で東京岡山に行った場合、そして前回の比較の時にはシングルルーム、17平米のシングルルームを取ってたんですけど、ちょっと宿泊が長いので23平米のダブルを取ってみたというので、ちょっと GoTo トラベルで取った場合どうなったかっていうのを表にまとめてみました。で結果としては、結構GoTo トラベルを使うことを見込んで旅行代金が高くなっているケースもちょっとちらほらあるようなんですけど、私のルートではそういった事態は起こっていなくて、で、通常の定価の金額が74,600円なんですけれども、35% オフの26,110円割り引かれて48,490円という結果になりました。なので前回17平米のシングルで3泊4日で取っていたのと同じぐらいの金額で4泊5日でダブルで宿泊ができるということですね。本来74,600円のツアーが5万円弱の支払い、そして1万1000円の地域共通クーポンが受け取ることができるというような結果になりました。で、地域共通クーポンを実際に受け取ろうと思ったんですけれども、私が予約をした日本旅行さんの場合は、電子クーポンでの受け取り、紙ではなくて電子クーポンでの受け取りということになりました。でちょっと現地に実際に行って、15時を超えないと受け取りができないので、実際の使ったよというのはまた別途ご報告しようと思うんですけれども、現段階で地域共通クーポン、こういう注意点があるなと思ったことを、ちょっと箇条書きにしてみました。で1つ目が地域共通クーポン 15% どういうふうに計算されるかっていうところなんですけれども、端数が500円以上の場合には繰り上げですけれども、そうじゃない場合には繰り下げということで四捨五入で付与される形になります。で2つ目ですね、当日行って15時にならないと受け取れないっていうお話をした通り、旅行期間中じゃないと使えないんですね。で私1万1000円もあるので、もうこれ使い切れないから実家に置いてこようかなと思ってたんですけど、そもそも電子なのでそれができないし、私がいる間じゃないと使えないっていうところで、ちょっと注意が必要だなというふうに思いました。で私が獲得する地域共通クーポンは電子なんですけれども、実際にマップ上で宿泊するエリアの近くの店舗を見てたら、紙だけだっていう対応のお店が結構多かったんですね。電子だけだっていうのは今のところ見当たらないので、ちょっと私は電子の場合、電子対応のお店を行かないといけないなっていうのをちょっと気にしてます。コンビニエンスストアとかが結構あって、使える店舗に入ってたんですけど、紙じゃないと使えないみたいなので、やっぱりちょっとその使える場所がどこなのかっていうのをちょっと気にかけないといけないなと。で、お釣りは出ませんということで、当日向かうまでに対象店舗がマップになってたりしますので、そこのマップを見ながら、どこで使おうかなというような計画を立てて使っていけるといいのかなというふうに思っています。以上、FP 小話でした。夫の注文したチキン南蛮の定食です。卵焼きです。私はサンマ定食、いただきます。やっぱりサンマは最高です。ごちそうさまでした。シープラ、土下座、ファイナンシャルプランナー的には気になる ATM マスコット、厨房機器動かして遊べる、楽しそう。東京タワーはちょっと変わった色になってますが、夫は普通のイルミネーションが好きみたいです。今日ちょっとご飯を食べに周辺を歩いてたんですけど、で結構商業施設の中で地域共通クーポン、紙も電子も使えるっていうことでポスターたくさん見かけたんですけれども、コンビニはやっぱり紙だっていう風な表示を見ましたね。だからもしかしたら割とコンビニは紙じゃないと使えないっていうことがあるのかもしれません。